化粧。化粧あるいは化粧。化粧とは、ブリタニカ百科事典によると、化粧というのは、人間の顔を中心として首、で、足などの表面に化粧量を施し、美化することである。抗義には、人だけでなく物の,の外観を美しく飾ることである。見る人の印象を操作するという機能、本質部分では、化粧と装飾的な衣服は同一であり、 元来は一体的なもので、化粧の方が洗い流すものであるのに対し、衣服は着脱可能で、外しても原型を留めるという違いがある、違いくらいしかないということになる。歴史古代から一部の人が化粧をしていた。古代エジプトでは王族などがすでに化粧をしていたらしい。中世ヨーロッパでは七つの大罪の一つの傲慢にあたるとして行われなくなった。歴史。 様々な目的王族などが人前に現れるとき、化粧を用いた。祭礼などでも化粧が行われる。俳優は舞台に立つときは独特の化粧をする。例えば、目、鼻筋、口などが遠くからでもはっきりわかるような化粧をする。これを舞台化粧という。各国の伝統的演劇の多くが独特の化粧を用いている。例えば、京劇では、 役柄に応じた特定の模様の化粧をする。日本の歌舞伎でも役柄ごとに決まった化粧がある。ご遺体に化粧を施すことを死に化粧という。目的による分類、材料、道具など化粧に用いる品々を、主に体に塗る粉、液、ペーストの類を化粧品という。道具類は化粧道具という。化粧を行うための部屋は化粧部屋、化粧室という。 紀元前1200年代頃のエジプトでは、人々が目や唇に化粧をしている絵画が見つかっている。ツタンカーメンの黄金のマスクを例にとると、目の周囲にアイラインをしていることが見て取れる。当時のアイラインの原料は、紺色の鉱石である、ラピスラズルであり、それを微細な粉にして液体に溶かして使用していた。これには、病気を媒介する蚊やハエを近づけない虫よけの意味も、あった。 また、黄色の顔料を肌に塗って日焼け止めにしたり、香油で乾燥した皮膚を柔らかくするなど、砂漠地帯ならではの化粧も行われていた。これらの化粧は、時代が下るにつれて、新官などの特権階級のシンボルとなっていった。現在でも中近東地域では、このようなアイラインを日常に言っている。特権階級となった王族や新官たちは、白い肌は、 肉体労働をしていない証拠と塩泊を使って肌を白く塗り始めた。この風習は鉛の有毒性を知られてもなお続き、18世紀まで続いた。古代イギリシャでは日頃の鍛錬酵素が美しさにつながるとし、本物の肉体的な美しさを求めたため、化粧はあまりなされなかった。古代ローマでは一般には行われていなかった。だが、 上流階級は生活が乱れており、不節制、特に食生活の乱れと運動の不足を隠すためと、アレクサンドロス3世、大王の統制によりオリエンの文化が流入したため、塩泊などを使った化粧を行われた。また、紀元2世紀のローマ帝国時代のギリシャの医師、ガレノスは、現在のコールドクリームの原型を作ったとされる。その後、ヨーロッパでは化粧文化は、 キリスト教の神がお作りになったものに手を加えてはならないという教えと、虚食は罪であるという考え方により、一時廃れることになる。七つの大罪の中でも最も重い罪がスパービア傲慢であり、虚食はこの最も重い罪、傲慢に含まれている。キリスト教の影響で公然と化粧をすることができなくなっても、なお、 独権階級の人々は肌を白く見せるための努力をした。ビールで顔を洗ったり、眉を剃って、細く四角の髪の生え際を剃って髪を祝いげることで、顔の白さを強調したり、極端な場合は、射血をして、人為的に貧血になることで肌を白く見せようとした。時代は折り、宗教革命の影響で教会の権力が弱くなった。中世ヨーロッパでは、顔に蜜蝋を塗り、 その上にお城いを叩くという化粧方法が流行した。この化粧の始まりは、イギリスの女王エリザベス一世とされ、大幹式などの教会の儀式で生成を高める目的で行われ、また、貴族たちもそれに習うようになった。この化粧の問題点は、老が溶け、化粧が崩れるのを避けるために、冬や寒い日でも暖房に近づくことができなかったことで、ある。 当時のおしろいは塩白などが含まれていたために皮膚にシミができやすったとされる鉛中毒。これを誤魔化すためにつけ袋が一時期貴族の間で流行した。16世紀には水銀を使ったおしろいが登場し、肌の皮膚がボロボロと剥がれて吹き出物が取れることから持ち生やされたが、水銀中毒により歯茎が黒ずんで歯が抜ける副作用があり、口元を隠すためにセンスが流行した。 再び化粧が流行した背景にはヨーロッパとイスラーム社会の争いがある。当時のイスラームは科学技術が発達していた上に裕福で十字軍は遠征先から香水や紅葉ヨーロッパに持ち帰ってきた。また、イスラームから天然痘を持ち込んでしまい、その後遺症であるアバタガを隠すためにお城を厚く塗ることが流行り始めた。 18世紀は再び自然思考が強まり、薄い化粧が流行した。19世紀には、上流階級の女性の間で病弱で、痩せた体がもてはやされ、食事を抜きよふかしをした上で静脈を強調する、青い化粧や、横断に見せかける、黄色い化粧が流行した時期があった。また、科学者や医薬品メーカーが、化粧品開発に関わるようになり、化粧が安価にできるようになった。 ただし、フランス革命などの一連の市民革命の結果、特権階級が衰退したのに伴い男性の化粧の風習はスタで第二次世界大戦後にはほぼ完全に姿を消した。1899年には人体に無毒な酸化炎を使ったおしろいが開発された。日本では三世紀後半の古墳から赤い顔料で顔や体に化粧を施した埴輪が出土している。 古墳時代の化粧は、呪術的な意味合いのものである。アスカ時代、建築士によって、大陸との交流が始まり、紅やおしろいなどが輸入され、日本でも鉛を使ったおしろいが作られた。これを献上された、児藤天皇が大変喜んだと、日本初期にある。日本では、古代から大正時代に至るまで、おぐ黒と呼ばれる歯を黒く塗る化粧が行われていた。 平安時代には男性もお歯黒をすることがあったが、江戸時代にはお歯黒は既婚女性の習慣となった。黒い歯は他の人の色に染まらないという定女の証だが、この風習が長く続いたのは担任の効果で思想脳漏の予防にもなったからだろう。口紅は紅花を原料にしたものが使われていたが、極めて高価な品とされていた。 日本のおしろいは液状の水おしろいであり、西洋と同じく重な成分に水銀や鉛を含んでいた。長期的な使用者には鉛中毒や水銀中毒による肌の変色、おしろい焼けが多く見られたと言われている。男性も、クケが古代よりおしろいなどで化粧をする習慣が存在し、幕末まで続いた。武家も、 やはり、クゲに習い甲の席ではお白いを塗っていたが、江戸時代中期には、化粧をして、甲の席へ出る習慣は廃れた。ただし、クゲと応対することが多い甲家の人たちは、クゲと同様に幕末まで化粧をする習慣を保持していたほか、一般の上級武士も、主君と対面する際、くすんだ顔色を修正するために薄化粧をすることがあったという。 くらいの高い武者は合戦前に首実験に備え、薄化粧をする習慣があった。江戸時代に入り、上流階級だけではなく、庶民も化粧をするようになり、世界で初めて庶民向けの化粧品展が開かれた。江戸時代の女性の化粧は、肌に塗るのはお白いのみで、これを濃淡をつけて塗ることで、質感の違いや顔の微妙な立体感を生み出した。 水おしろいや粉おしろいを刷毛で肌に伸ばし、丹念に丸い刷毛では炊き込み、さらに余分のおしろいは別の刷毛で拭って落とすゆう手間のかかるものであった。口紅は唇の中心につけるだけでおちょぼ口に見せた。こうした化粧の伝統は大正時代に至るまで根強く残った。結納の済んだ女性にはお歯黒、子が生まれた女性には引き眉が行われる風習があった。 和服は、うなじが広く出るので、襟元にお白いを塗ることも重視された。1870年、明治3年、政府は、皇族、家族に対しを歯黒、引き眉禁止令を出した。当初はなかなか徹底されず、3年後皇后が、率先して、模範を示すことで、ようやく家族の女性たちも歯黒、引き眉をやめことになった。これが、庶民にも徐々に波及し、 ひきまゆの風習は明治初期には廃れた。しかし、おはぐろの習慣は大正時代まで根強く残った。高齢の女性の中には昭和に至るまでおはぐろを守り続けた人もいた。一方、男性の化粧は、不国強兵のスローガンの下で、化粧をする男性は軟弱だと言われ、廃れていった。明治時代には、遠白庫の害が論じられ、1900年には、 国産の無塩おしろいが発売された。しかし、塩白コは伸びや月に優れたものだったので、害があることが知られていたにもかかわらず、昭和初期まで使われ続けた。大正時代には、和風の化粧をベースに、西洋の頬紅を使ったり耳元に紅を入れるなどの和洋折衷の化粧が流行った。白だけだったおしろいも、ベージュや赤みを帯びたものも使われるようになった。 本格的に西洋風の化粧が行われたのは関東大震災後のことだった。モダンガール、モガと言われた一部の女性たちの間にアイシャドウや唇全体に塗った口紅といった化粧が行われ、断髪や足の出るスカートといった入れ立ちとともに保守的な人々の避難の的となった。1950年代には明るく血色がよく見える肌色が重視され、ピンク系のファンデーション。 真っ赤な口紅などが流行した。アイシャドウやマスカラなどのアイメイクが導入されたのも、この頃である。1960年代から1970年代には、健康的で発掘としたイメージを演出するため、オレンジエロー系のファンデーション、ピンクベージュ系の口紅が好んで使われた。細く眉尻の上がった眉が流行した。明るい色のチーク、マスカラや、 アイシャドウで目元を強調する化粧が大いに流行した。1970年代後半から1980年代にはナチュラルメイクが市民権を得、個人の個性を活かして自然な顔に見せる化粧が広まっていく。天候や TPO に合わせた化粧の使い分けが定着したのもこの頃である。日本人らしい顔立ちが見直され、アイメイクは控えられるようになり、 太い眉毛、太眉が流行した。1990年前後のバブル期には、紫外線の害が広く知られるようになったことから、美白化粧品が売り出された。濃くはっきりした色の口紅を塗り、白系のファンデーションをしっかり施す化粧が流した。1990年代中盤に入ると、癒し系メイクが流行し、きちんと化粧を施しつつも、 素肌の質感を残すナチュラルメイクが主流になった。従来の真っ赤な口紅は、スタレ、ベージュ系の口紅が好まれるようになった。1970年代ブームから、細い吊り眉やマスカラが復活した。1990年代後半から2000年代には、ファッションの多様化が進んだ。前述の美白志向の定着により、ナチュラルな白肌メイクが、 多数派になっているが、濃い色のチークや、ファンデーションも好んで使われ、一時は、ガングロと言われる黒い肌の女性も現れた。化粧の内容にも左右されるが、一般的な化粧によって得られる心理的効果には、自尊心の向上と、社会的な幸福感がある。化粧することによって、自分の身体的問題点をカバーし、自己提示したい特徴を増強することで、 自己評価を高めるとともに、社会的積極性を高めることになる。化粧の作業には適度な緊張が生じることから、気持ちの切り替えがしやすく、鏡に向かうことによって、自己意識や内省的な傾向を高めるなど、心理的な安定をもたらす効果がある。また、うつ病や老人性認知症などの患者に対して、化粧指導することで、平板化した感情を活性化し、 社会復帰を促す効果が示されている。化粧行動は他者や世間への関心を前提として自分の印象を管理することで関係の調和を図り社会的承認欲求を満たすことが基本的な動機となる。また入念なメイクアップをすることで変身願望や若返りといった自己満足を達成する意味もある。化粧による自己満足感は 年代的には三十代後半で特に多く認識されており、その後は次第に習慣性のものと認識される傾向がある。概要について詳しくは化粧品を参照のこと。建物の表面に白など見栄えのする色の塗料を塗ることなどを化粧という。化粧板というのは表面をカンナで削って仕上げた板のことである。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。